フラッシュを浴びた18歳、今井典明君。イラクで人質となり、その後日本中から自己責任というバッシングを浴びることとなった。あの事件は一体何だったのだろう。2004年4月8日、イラクで日本人が拘束された。3日以内に自衛隊を撤退しなければ3人を焼き殺す、そんな声明文とともにこの映像が流れ、日本中に衝撃を与えた。事件が報道された翌日、首相官邸前には大勢の人が集まっていた。本当の人道支援をしている人たちの命が見殺しにされるっていうのがすごい私は許せなくって、なんでこうなっちゃったんっていうのが私は一番こうあるんです。あの中で18歳の男の子いるじゃないですか。で、僕17なんですよ。で、年が近いっていうのもあって、その共感したっていう。この日、NGO が中東のアルジャジーラテレビに向かうことになり、私もイラクへ家族の声を届けるため、メッセージビデオを撮影することとなった。お願いですから、解放してください。朝日新聞です。公開です。解放されました。朝日新聞です。公開です。ありがとう。はい、3人は無事解放された。この頃から自己責任という言葉が出始めていた。自作自演とも言われていた映像の中には、日本では自粛されていた映像があることを私はたまたまインターネットで見つけてしまった。これがテレビで放映されてません。世界で今このテレビの映像は報道されてます。テレビに乗らないのはなぜなんですか。もうこれを見るために私は息子は死んでいるんじゃないかと思ってます。正直言ってお願いします。もう残り時間があと1日しかありません。報道操作しないでほしい、そういうふうに思ってます。よろしくお願いいたします。その映像を街頭で見てもらった。事件は自己責任論で終わってしまったが、私たちが本当に目を向けるべきだったのは、イラクや日本社会の問題だったのではないか。6月、私は今井君に会いに行った。実際に会ってみると、テレビで見たイメージとは違って、普通の18歳だったことに驚いた。しかし、普段の明るさとは裏腹に、この時はまだ事件のことを聞くのは難しかった。じっくり話を聞けるようになったのは、それから3ヶ月後にもなる。ぬからんでたらどんなものか分かるか。最初はそれが始まりだった。やっぱりその劣化ランダムっていう被害をやっぱり俺は被害その伝えるためっていうかね、絵本を作るためとかもあったけど、そのなんつうんだろう、18で行くんだったらやっぱりその同じ年齢の人とに伝えることができるっていうか、そういうふうなことがやっぱり自分ではやっぱ可能かなっていうふうに思って、もっとやっぱりその無関心な人たちに少しでも目を向けてもらうためにやっぱり自分が行ったらやっぱりいいんじゃないかっていうふうに思ったりして、最初はだから日本帰ってきたとはやっぱり死にたいと思ったのは本当だ、軽く聞こえるかもしれないけど、だってお先真っ暗だったもん。なんで
2週間、9日間拘束された後、日本に帰ってきて全く自由な行動がないでしょ。記者会見までは家から出られない、一歩も外の世界が見えない、友達ともあんまり連絡が取れない、で自分もこれからどう生きていけばいいか分かんなくなっているか、自分が自分の中で消えてくる、だからもうそこから消えててもいいって感じだったから。大体民兵は十数人ぐらいいまして、群衆も3、40人ぐらいいました。だから総勢は多分50人、60人ぐらいになると思います。矢みたいに飛んでくるフラッシュ、視線とか、あの視線よく覚えてる。俺はあれで死にそうになったんだろう。私は今井くんに出会ってから、同じ空のもとに生きる人たちのことを想像するようになっていった。東京とかだったら星空が見えないじゃないですか。もうイラクはもう全部見、全部もう流れ星も全部、全てがなんかプラネタリウムみたいな感じで、全部もう一面でがそれでびっくりした。あんなに綺麗なの初めて。見合いのじいちゃんがさ、綺麗だって、すごい、だからね、そこではある意味でちょっとつながれたっていうかさ、心が。もちろんすごい敵対心を持ってる兵士たちがたくさんいたけど、兵っていうのは、でもすごいあのじいちゃんとか世話してくれた。今井くんは高校生の頃からフリーライターを目指し、新聞や雑誌に記事を投稿してきた。これもストレス発散とか表現の場だったな。街の風景、街の風景、スクラブアレーナ、スクラブリードクルーノ、またロードどちらですか。音楽も好きな今井君、立ち直れずにいた頃、自分を励ますために尾崎豊のシェリーという曲をずっと聴いていたんだと彼は教えてくれた。9月11日、今井くんはそれまでイラクについて話すのはおこがましいと講演やメディアに出ることを避けていたが、この日は久しぶりに人前に出ることにした。日立文化振興財団はこちらの方にあります通り、次元がですね、こちらの方のパイピスコという映画の方を皆様をお待ちしておりますので、どうぞお越しいただきたい。よろしくお願いします。コミュニケーションの大切さを持っていると思います。僕ら自身が例えばその相手のことを理解するとか、その表現をまずしてて相手のことを理解するということが非常に大切だと思っています。ありがとうございます。超ハッピー、超ハッピー、超ハッピー。20分間のうちにこれだけ喋るの大変だね。10月、今井くんは日本を離れ、イギリスへ留学することを決めた。まあ、今日は母さんと別れてきて、ちゃんとしっかり、家族と別れてきて、ちゃんと、ね、挨拶してきました。家族とよく話すんだね。ママね。夕飯の時とか、うん、みんなで、みんなで食べる、うん、結構食べる。羨ましいな。昼飯の時俺が昼飯、札幌の時は俺が昼飯作るし。レパートリーは何ですか。チャーハンぐらいしかその時はなかった。
今日でちょうど半年でしょ。半年を振り返ってみて、なんか分かったこといろいろあるよね。一言じゃ全然片付けられないけど、そうだね。とにかく価値観変わったことある、もちろん。前はどうで、今はどうなの。硬かったと思う。だって例えば音楽雑誌とかファッションとか全然見なかったけど、今そういうところにも目移るんですね、完全に。あとその自分と違う考え方の人の割と受け止められるようになったとか、逆に彼らに興味を持ったとか、そういうのもあるし、あと自分っていうものをちゃんと確認できたっていうか、あの多分これは経験してみないと分かんないと思うけど、いや経験してみないと分かんないっていうか、その多分そういう問題じゃないとは思うけど、でもなんかその生きてることにすごい幸せを感じるというか、とにかく存在するだけで今幸せになっちゃったから、うん、すごい嬉しい。来ててよかった。それだけ。青い空雲を突き抜けて、どこまでもつながる明日へ。この半年間、私は今井くんととことん話をした。彼との対話を通して感じたことは、家族や友達や好きな人、自分の周りにいる人たちの大事さだった。そして私自身も日本やイラク、世界とつながっているのだと感じた。みんな同じ空でつながっている。僕は元気だから、青い地球ありがとう。